日が綺麗ですね。あ、今ほらオートハイビームがほら下り坂やったら、これ逆に電池溜まっていかへん。お、逆に今 85% になったわ、充電溜まったわ。1% でも嬉しいわ。はい、びっくりしましたよね。充電がなんと溜まりましたね。山からね降りてくるときはなんと充電が溜まるといった感じなんですよね。今日はね、納車2日目にして初めて六甲山を登ったという動画なんですが、その上で、充電をしました。そちらの様子はこの上の i ボタンを押してくださいね。まだね、車が綺麗なうちに外装をじっくり撮りました。私が気に入ってるポイントとかも、レビューしてますので、ぜひとも見てくださいね。動画の最後の方に夜の山道で走った便利な機能とか、レビューしておりますので、最後まで動画の方を見てくださいね。私ね、こういった電気自動車の動画をこれからも出していきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。では本編へどうぞ。はい、私が買ったのはね、ホンダ E です。無印の方です。16インチのアルミホイルになりますね。これね、16インチのアルミホイル、あの真っ黒なんですよね。よくYouTube のレビューとかね、皆さんしてるのはあのアドバンスになりますね。あれはね17インチで、もうちょっとホイールがね大きくて、しかもタイヤがミシュランのパイロットスポーツ4ということでね、いいのついてるんですが、私の買ったホンダ E は、16インチでエコタイヤがついてますね。横浜タイヤの、ブルーアース A って書いてます。いや、最初ね、私あのホンダ E、白黒買おうかなと思ってたんですよね。今までね白い車乗ったことなかったんで、1回は乗ってみたいなと思ってまして、でホンダ E のねデザインって結構ツートンのデザインなんですよね。ほら、このここは黒くて下がね黒で、シュッとラインが入ってるでしょ。で天井はガラスで真っ黒なんですよね。黒が結構際立ったデザインが今回はいいのかなと思って、まあ、白黒が一番いいんじゃないかなと思ってたんですけど、実はね、私東京モーターショーでね撮影してきまして、その時にね表にちょうどフィットがデビューの時だったんですよね。その横にちょこっとねホンダ E が置いてました。でさらにその裏側にね、こっそり1台このグレーのねホンダ E が置いてあったと。これがね当時気がつかなかったんですけど、こっちがアドバンスじゃないく、ホンダ E の、まあ、無印と言ったらいいんですかね、そのタイプになります。なのでホイールのインチの差がちょっと外装では違うんですよね。いや、やっぱね白黒がいいなと思ってたんですけど、このやっぱホイールが真っ黒でタイヤがね若干厚みがあるんですよね。なのでその色に合ったボディカラーは何があるかなと思いまして、私の中での答えは、モダンスティールメタリックという感じになりましたね。これ若干ねガンメタっぽく見えますよね。いや、最近ね黒いホイールにガンメタの車がかっこいいなと個人的に思っておりまして、これにしました。はい、ハザードを焚いてみました。こんな感じです。丸ですよね。もう丸いデザインしかないなという感じなんですけど、いや本当にね可愛いデザインですよね。いや本当にね、私今回のこのホンダ E、 いやホンダのデザイン素晴らしいなと思っております。結構ね私旧車が好きなんですよね。昔のアンティークカーとかもデザインが好きで、まあ最近の車は結構デザインっていう面ではまあなかなかいいなっていうのがなかったんですけど、このホンダ E に関してはね、いやもうこれ見た瞬間これだというぐらい衝撃的なデザインでした。よくこのデザインをねしましたよね。だいたい何かを犠牲にするためにデザインって殺していくんですけど、このホンダ E はねまずデザインから入ったような感じがします。でこの下のフォグランプね、これね私オプションで近づいたらちょっとだけパッとねお出迎えライトやったかな、そういうのをオプションで実はつけてます。でこれがドアミラーじゃないミラーですね。電子ミラー、カメラがついてるんですけど、ホンダ E アドバンスはこの下にねもう1個レンズがついてるんですけど、私の買ったホンダ E はついてないんですよね。でこれねドアノブね、 NSX と同じこういう空力を考えられたドアノブです。この中に物理キーがあります。
近づいたらパカッと開くときとね、なんか開かないときがあるんですよ。なんかコツがいんのかな。で、私ね、一番のお気に入りポイント、この、リア駆動車なんですよね、ホンダ E-T。 なのでこの後ろのね、このフェンダーがモコッとね、わかりますかね、結構な盛り上がりしてるんですよね。で、ここは結構ね、飛び石が跳ねるということで、シール貼ってます。透明のね、フィルムシート貼ってます。前と後ろでタイヤのねサイズが違うんですよね。なのでローテーションができないというデメリットもあります。いや、しかしね、かっこええわ。たまにね、車ですれ違うときよく見られます。ホンダ E かっこよすぎる。ここにね、隠れホンダ E あります。まあ荷物も乗らないこと乗らないこと、本当に狭いですね。ちゃんと 200V コード入ってます。ちなみにホンダ E リモート操作、これでロックアンロックスマホでできます。これで、この状態でエンジンかけてるのかな。エンジンないけど、ちょっとポチリやってみます。おお、電源つけれました。 84% もうええかな。これ 80% 以上溜まるんですね、急速充電でも。ストップ押したらええんか。これを下げる。お、そうそう、これちゃんと締め忘れ。どう、私のホンダ E かっこいいでしょ。今からね、ちょっと山の上のホテルに妻にね、サービスで高い高いスイーツを食べに行きます。充電が入りました。だから30分で 80% ってことはないな。もっと時間かかるな。やっぱ充電器のパワーによるんやろな。はい、というわけで今からどこ？どこ行くの？六甲山サイレンスリゾート。はい、今から六甲山サイレンスリゾート、お高いところに、デザートを食べに行きます。あそこね、お昼めっちゃうまいんよ、もう。値段ちょっと高いんですけど、本当にね、美味しいんでね、おすすめなんですよ。今日はそこのデザートを初めて食べに行こうと思います。このマットとかも新品やから、こう、靴の土とか落としてから乗ってな。乗ってな。なんかね、ライトが昼間でもね、つきっぱなしなんですよね、これ。どうするんかな？オフ。オフにしても、こう、跳ね上がってね、オートに戻っちゃうんですよね。六甲山サイレンスリゾート、到着しました。これやっぱ上から映すカメラついてた方が良かったかな。ホンダ E アドバンスでしか、あれやねんけど、この、モニターだけで駐車するのって怖いな。まだ慣れてないな。こんなもん。モニターを信用できる？モニターしかないから。いや、まあモニターしかないねんけど。モニターを信用できるかい？これ結構まっすぐ止まってるよな、これで。うん、でもソナーでピピピって教えてくれるもんな。なんでこれパーキングをしてまたパーキングを押さなあかんの？なあ。引っ張るやな、うん。はい。到着しました。では行ってきます。初めて座れたな。なんか やってくれる感じやな。スープみたい。やっぱバターがまろやかに。これは何なの？ピスタチオのショートケーキ。おー。クレープをな。クレープをたくって。おお、酸味が効いてて美味しい。こんなデザート初めてやわ。ちなみにこれコーヒーセットで2000円ぐらい。ちょっと高級です。やっぱドライブしながら、ね、こういう料理を食べに来るっていうのが本当にいいと思います。なんか贅沢やな。まあ、この間も充電できたらええのにな。鍵でも開くんよ。かっこいいね、ホンダ E。 充電 83% ありますんで余裕で帰れます。
くり走ったらほんま滑らかやな。このワンペダルドライブの方がええな、下り坂は。これか。おお、めっちゃ効く。これ2ぐらいでええかな。わあ、綺麗な夕日が、夕日が綺麗ですね。あ、今ほらオートハイビームがほら戻った。今対向車来たら戻ったような気がする。とか対向車やから、あのライトをセンサーで拾っとんのかな。すごいなこれ、結構感度高いで。あ、今やっとブレーキ踏みました。下り坂最高じゃねこれ。お、180度カーブです。クインクイン曲がります。すげえわこの立ち上がり。いやー早い。いやこれ本当に早いですよね。下り坂やったらこれ逆に電池溜まっていかへん。そんなことない。そっか、これしながらやっと285キロっていうのを達成すんのかな。こんなありえへんと思うわ。満充電で280キロぐらい叩き出すってね。でもあれも WLTC モードやったと思うけど。お、逆に今 85% になったわ。充電溜まったわ。長い下り坂、充電が溜まります。このシングルペダル、これ逆に嬉しいな、充電が溜まると。1% でも嬉しいわ。走ってんのにさ、充電して走れる距離が伸びるってな。ホンダ E、 今日も、遅くまでお付き合いありがとうございます。私のチャンネル、こういった、ホンダ E の動画を、これからどんどん出していこうと思います。EV 生活、まだ2日目になっております。今日で、やっぱり電池が心配だなという感じで、充電が心配でございます。本当にやっていけるか心配ではありますが、いや本当に面白い車だなと思います。皆さんよろしければ、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで今日はホンダ E、乗ってみたホンダ E、 これ納車2日目、早速、六甲山に登ってワインディングを楽しんできたでした。じゃあね、バーイ。